h イチェル・ロバーツはイギリス出身の女優である。1927年、イギリスのウェールズに生まれる。ウェールズ大学と王立演劇学校で演劇を学び、1953年にギルバートガン監督のコメディ映画、バレーオブソングで映画デビューを果たした。その後もイギリスを中心に女優活動を積み重ね、1960年に出演した恋愛コメディ映画、 土曜の夜と日曜の朝で英国アカデミー賞を受賞した。1963年にはリンゼイ・アンダーソン監督でリチャード・ハリスと共演したスポーツ映画《孤独の報酬》にハリスと共に主演し、2度目の英国アカデミー賞の主演女優賞を獲得した他1964年のゴールデングローブ賞とアカデミー主演女優賞へもノミネートされている。 1975年にはオーストラリアで実際に起こった事件をもとに執筆された小説の映画化作品ピクニックアットハンギングロックへ出演し主人公たちが通う女学校の厳格な校長役を演じて印象を残している。1970年代には活動の場をアメリカへも広げておりゴールディホーンとチェビー・チェイスが共演したコメディ映画ファールプレイなどの作品へも参加した。 1979年には、リチャード・ギア主演のヤンクスへ出演し、女演女優部門で3度目の英国アカデミー賞を受賞。1955年に、俳優のアランド・ドビーと結婚しているが、1961年に離婚。翌年、マイ・フェア・レディでアカデミー主演男優賞を受賞した、俳優のレックス・ハリソンと再婚するが、1971年に再び離婚した。 夫であったレックス・ハリソンとの離婚によって、アルコール依存症とうつ病を患い、移住先のロサンゼルスで死去。当初死因は心臓発作とされていたが、後に薬品による服用自殺だったことが判明した。ありがとうございます。